でも最近ヒットだったなと思うのが、ロバート・デ・ニーロが監督をした作品があって、ブロンクス物語っていうのかな。で、あんまり期待してなかったんだけど、結構すごいお話で、ちょっとなんか最後も感動するシーンがあったりして、普通の映画よりちょっと長めなんじゃないかなと思うんだけど、結構あれは最後までずっと見てしまいました。タランティーノの作品何本か見たんですけど、中でもナチュラルボンキラーとか、やっぱり監督とかそういうのもなんか、脚本とか監督とかプロデュースとか違う人みたいで、あんまり詳しく分かんないんだけどね。でもなんか映像とかすごい CG ふんだんに使ってて、最初はターミネーター見た時に、あ、こういうのがコンピューターグラフィックの動画映像なんだなって、最初はそれがすごく魅力的だったんだけど、でもナチュラルボンキラーズ見るとまたちょっと違う感覚の CG、 それがすごいかっこよくて、おしゃれだなって感じたのと、あとやっぱりストーリーも面白いし、あとパルプフィクションなんかも映画のその構成の仕方とかが結構なんか面白かったですね。そういうなんか新しいこととか、昔のリバイバルでも面白いこととか、そういうことをしてる作品っていろんな視点から見れるから楽しいですね。あ、私結構霊とかは信じないんだけど、地球外生物とかそういうのはね信じるんですよ。それでその根拠は分かんないんだけどね。でもなんかね、宇宙人とか、その要するに地球外的生物、生命体、そういうのは絶対にあり得るって信じてる人でね。で、まあちょっと古くなっちゃうけど、XYとかっていうのを、もうすごい前からずっと、もうビデオが出るたび、もう借りに行って見てたんですけど、今テレビでもやってますけどね。今ね、なんて言うんだろう、なんかローマ字2文字で、ワウワウかなんか、なんだっけあれ、ケーブルテレビかなんかでやってる集中治療室のお話があるの、ドラマ。それがなんか結構向こうで平均視聴率 24-25% を取ってるヒット作っていうのが、 X ファイルやツインピークスに続く大ヒット作っていうのがあって、それをねちょっとなんか見てみたいなって思ってます。音楽ってなんかカラオケとかもそうなんだけど、あんまり自分から歌ったりしない。音楽はなんか聴くものっていう、私の音楽に対する感覚は自分で歌うものとか演奏するものじゃなくて聴くものだから、非常に苦手なんだよね、歌歌ったりするの。でもとにかくまあお仕事だから CD 出してくれて、歌がもちろん作詞してくださる人や作曲してくださる人を一生懸命やってくださってるんだけど、私とにかく歌が下手なんで、最終的に作品として出来上がった時に何か一つが欠けてるとやっぱり完璧なものにはならないわけだから、私が悪いんだけど、でも歌下手なのが治らないから、だから本当に苦手で嫌なんですけど、今回だからレコーディングするにあたっては、とにかくリズムがあったりテンポがあったりすると音痴だから乗れない。だから音痴がわからない、なんていうの、テンポがない音域が狭くて、普通に語ってるみたいな感じで歌えるものをもらったのかな。そうなの？知らない最近日本って女の子たちがみんなカラオケでこの曲歌いたいなんて思って CD 借りてきたり買ったりする子が多いと思うんだけど、自分で歌おうっていうことが根本にないから、あんまり方角は
聞かないね。ただ日本のアーティストだとピチカート5とかアイスは好き。野宮真希さんに会った時はもう緊張しちゃって全然感動して喋れませんでした。そうかな、だから洋楽が多くて、でもね、どっちかっていうと今度音楽に関してはハウスが好きですね。どっちかっていうとヨーロッパかアメリカどっちかに住みなさいって言われたら絶対アメリカを選ぶ。まだ若いから、なんて言うんだろう、エキサイトな毎日を送ってる方がいいんで、アメリカ系の方が好きで、音楽も本当映画に関してはフランス映画の方が心地よくていいなって思うけど、音楽に関してはやっぱハウスが好きですね。好きハウスが最近音楽本当聞いてないから、昔はねよくね恋人が DJ だったりしたんで1週間に1回ぐらいシスコとか付き合わされて一緒に行ってレコード買ったりしてたんだけど、もう今プレイヤーの針も動かないまま変えてないから CD ばっかり聴いてるけど、昔はやっぱりデビッド・モラレスとか好きで、最初にあいいなって思ったの、中高校生ってもうユーロビートばっかりで踊ってたアホアホ姉ちゃんだったからその時にあこういう曲もいいなって思ったの、フランキー・ナックルズのボイスルソング、あとコーリングユーってバグダッドカフェの有名なところがあるんですけど、有名どころなんですけど、あれで誰がリミックスしたんだかわかんないけどハウスバージョンがあって、それが結構ピアノの音とかが入ってておしゃれな、その辺からハウスとか聴くようになったのかな。でニューヨーク行った時にたまたま入ったクラブでモラレスがお皿回してて、それにもナックルスが会いに来てた。その時はもう大感動しちゃって、私は日本の DJ だなんて嘘の英語使ってサイン入りのすごいレコードもらっちゃって大切にしてるかな、宝物。